がにテイガーが後出しか。さあ配信筐体先方先方戦さあ開幕は下がる赤石さん、じりじりとした立ち回り。さあこれは赤石さん大会4ムーブなのか。仕掛けていくがしゃがみに磁力がついてバックで取る取る。さあ磁力が切れているが、さあバレルさんの磁力ゲージが早くマックス。さあアークボルトが打てるようになったので赤石さんもそれ用の動きに変えていく。さあこれは空振り、タチビビーからバックステップ。さあここはスペースを使う赤石さん、無理な耐久は取らない。さあこれは読んでいた、これで当たらず振ったり踏んで赤石さんのターンになる。触り直して駒投げを警戒直が。さあこれは赤石さん何で暴れたんだ。西、なるほど直下されたように西も打っていく。さあ体力若干より赤石さんですが、さあ手が当たってここはバースト切っていく。たくられたくない、難しいですね。さあ仕掛けていく、引っかかってあーリターンを取るぜ。ここパン暴れからノーマルガード、グローラーは暴れ潰しちゃったが、おっと裏に入ってバックで噛み合わせ。さあ上つかずここは暴れていくが赤を使ってフォローしていく。オーバードライブ立ちに肩は空振り。さあ関係の切り返すバックステップ。なかなか難しい形になっている。投げを通して肩からジャンピー、さすがに時間が足りず。さあラウンド戦車バレルさん、さらにバックに2回で避けて、さあ下段を仕掛けていくか前ジャンプ。肩が噛んだ、ビビから BBCD と、さあ上をつけてからの 4A 下段を通る。さあ中段に崩してさあビッグマスターダン、さあ B2000、さあ上をつけてさあ空中出して小間に避けながら前に出る。宝石に行くガーキャンバックス。さあ難しい前足仕掛けていくが、シャーミにガードになって、さあバックで 6A が避けられず位置が変わって、攻撃攻めは 6A6B6B で止めてバックステップ。なるほど、さあサンダー当たって、さあ上がついて、バーストスパクルド、ここはバースト。さあ最速で裏からグロラ取り返す赤さん。さあシャガンビーの空振りに立ち目を差し返して体力量を作った中石さんですが、ここの嫁またしてもバックを捕まえられてしまう。さあ見てる人にね下段上でジャンプアップ、中段もバックして、さあこれ裏に入りたかったかに家が作ってバックで避けて3段から上私へ細かく固めていく。しゃがみし裏から参ります、バース読んでまだ入る。さあなアタップ、アタップつながってたよ。さあカウンターですが、ガーキンを使ってここはフリーフレーム2回転、これは残って投げ暴れ。さあなブラックホーク足りる勝った中さん。地獄で整えを待って、赤鬼。あーごめんなさい、 D と E なんですけど、 D と E、勝ったチームが教えてください。勝ったチーム
さあ先方中堅戦 HP が先方赤シャツレル 2P が中堅 BT 計画ら探したがジリー立ち回るシャムシーから中段ガードさあ前線抜けて下をつけていくさあセンターしグスタフ投げ投げカーナーから西カブゼさあ体力入りを作って中瀬さんワイバンからジャンプシーが強いコマ投げを使っていくワイバン大きめコパコパゲーダウン飛んで逃げる対決らしい安心カズはさすがにバースト中瀬さんはまだバースト持ち前に出るユースターさんだどうなのこれは芸術使えるかしれる肩から B さあ倒しきり BCBC ラウンド選手は赤シャツレル今日強いレベル2アクションそらよさあ踏んで6シーからここは勝利をケア、まあ、立ってましたけどね立ってるよこれさあ何から前に出るアカスさん6シーはファークナーを見ているさあ、ワイバーンでラインを上げる裏に入ってしまうが、あ、一気に取らず、ここから起きてね、捕まえに行くが、これは隠らない、さあ、こんなところに下段が刺せる、だって、林出しが強い、ダッシュ BB っていう細かい固めを。グサフここはゲージを使って固め直し上をつけてさあえっうそあとコンボミスファフナー空振り中段オーバードライブあっとさあなんかいいとこでミスっちゃって BTK 戦オーバードライブがあるぞわーっとやたら6人いる赤石さんあれじゃしここバックスさあ投げてオーバードライブを使ってあっとミスっていくが空中バック出しに弱いバンさあ通り返す BTK さんさあ最終ラウンド先に板を作ってるのは BTK さん大きめ下段を掲げてさあセンチェンナップセンチェンナップじゃねえカラックいつの間に食べていたのか A からさあ幕捨てで勝利を避けてこれはリターンを取っていくあとダンプが出るグザフこのゲージを使ってまたチーム上さあなさあシャムシの隙にクーラーを差し込むがわかるさあめちゃくちゃシャムシ打っていくさあ上着を逃さないバックで立ちに捕まえてさあなさあ今からゲージを使うさあここからの攻めリバスオーバードライブは交換をかぶせてガーケンを使って坂下さん、なんとか触りたかったが坂上氏、確認からガーッとな、BTK さんここで終わる疲れた720円さあ、1P 側は直くんのバルケンハイアルヘジング2P 側は BTK さん、カーグラム付き中堅中継戦さあこれは対決らしい間の技ねセルフが上かーって言うと総裁してなんでーって言って死んでくんで本当にやばないすごいねすごいねさあアスパ写真を押し込んでリターンを取ってるのは BTK さんここから中段はバーティングに飛んでしのいでいく
裏から B 中段通常ながら攻め系中段崩してここはバースト自由なキャラですからね。さあジリジリと真央くんは地上にいることによって犬ゲージを回収してさあよく見てるファンだからジャンプで叩き出してバックミーあーっとここに至るんですおっカウンターさあ叩き落としてここは真央くんもバーストジャミカウンターからしっかり拾っていくこれは犬ゲージがないんですが通常なら無理やりいくこっからあーっと漏れたっぽいがここはガキャン前に出るのかジャンシーからの確認素晴らしいあの選手は BGK さんナイスおーっとしゃがみシーが質が低くて当たらないのか強い強いまだ見てくバイバンから中段崩してからスタートミニシー奥目コパンからゲーダンカヒットアッパーからミニシーリードになってさあボード調整もしっかり BBC から大木攻めはおっとちょっと何をミスしたのかなあれはブレーキミスかあれは意外と強いだよさあ暴れつぶしを仕掛けていくがここは大人ガードなんでバーフナーよく見てるバーフナー裏から参りますほんとにこんな変のおーっとミスったのか悪いか確保してもらおうああ大人ガードが裏目に出て手加減はしたからなはいじゃあ真ん中筐体、次の試合ハチエさんコレルさん平太さんあれあなんかめっちゃ消えてますけどもこれ何が起こったんでしょう神使いのデブデさんって言いますこれは何が起こったんですかこれはえマジで近代史の事件簿みたいな扉絵が徐々に顔が本当にデブデさんいらっしゃいますデブデさんデブデさんって方知ってる人いるいらっしゃらず知らずマジかえゲンさんいるゲンさんが出てくださるんだったらゲンさんありがたいけどもしあれだったら俺が出ますがデブデさんっていないですかねいないですかねいないいない俺が行きますもうしょうがないじゃあ僕行くんで、ロセレ君と大阪さんのチーム僕が入るんでよろしくお願いしますじゃあじゃんけんで後出しと席決め決めてくださいあーはいはいじゃあ大阪さん平田とお願いしますなんではい決めてください何がそういうことそういうことなんでなんでわかったわかったじゃあちょっとお二人